東にうまく出して鈴木唯人いいさばきを見せました。前を向いている。これも振り切ってスルーパスは出しません。鈴木唯人強さがある。前を向けるか。ここですよね、はい、あドリブルこの強さあります、はい、鈴木唯人が奪いました。さあ左右の選択肢がある中で自ら行きます。一人剥がしてそして左を使います、うん、鈴木唯人ヒールで落としてドゥンと、まあ、なんといっても今日は前節と6人メンバーを入れ替えてきた清水です。さらにこの後半さあチャンスの中シュート。1点返した清水エスパルス。左側に持ち出します。鈴木がターンした鈴木、ここですね。ここで開くんですよね。はい、スタミナが戻れないところに開くのであそこをうまく使いたいんですけどね。鈴木中に入っていきます、うん、鈴木うまい。張り剥がした。いい仕掛けですよこれ。仕掛けていく。西澤の中に鈴木唯人から縦パス。いいところ入ったカルリーニョス。ここですよね。本当にいい抜け出し。この顔が上がった時にしっかりとこうボール、うん、奥井ですがそこまで届かない。ただ繋がっている鈴木。右空いている奥井。その奥井へというボールがどうやら繋がりそうだ。中3枚オレンジのシャツいる。ここうまくですねスペースにねいいボールが出て一旦避けて鈴木唯人代わって入った鈴木です。中に切り込んでいって縦へドゥトラ。鈴木この2人が起爆剤になるかどうか。さあ鈴木行く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 、まだ持つ。的にドリブル突破を図ろうという鈴木唯人です。さあ鈴木はおー胸トラップティーラシング鈴木唯人。こういう方向転換も上手いプレイヤーです。このチームこのインターチャンス。おお鈴木唯人間合いで勝負か。森田の逆をついたぞ。鈴木のスルーパス後ろから鈴木が受ける。ゴール前にはドゥトラ、そして後藤も上がっていく。仕掛ける鈴木、うん、クロスボールグラウンダー合わせた。清水先制。金子のゴール。金子今シーズン4得点目。5分に清水が先制しました。グラウンダーのクロスボールに右足で合わせました。待ったっていうかよく考えながら体現してるなと思いますね。中3日ではありますけれどもそのあたりこれがつながる、うん、鈴木うまく溜めてサイドを変えた。ナイスボール。1ミの近くに斉藤光輝こういった感じです。さあ清水左から鈴木が来た。かわしていく、まあ、このドリブルのところっていうのは、まあ、鈴木唯人のいい部分なのでここの足の裏でかわしたところは本当に彼らしいですね。クラブ初めてということになります。鈴木が運んでさあ後藤が待っているが自ら行く自ら行く。ファールありません。後藤のシュート。カルリーニョスからさあ鈴木です。鈴木カルリーニョスさあ自ら運んで中に折り返した。最後後藤が詰めていきました。いやいい崩しでした。反則後そして鈴木鈴木しね、こういうところ彼の強みですよね。リズムの変化をさせて、さあ吉井に持ち運んで鈴木、そしてカルリーニョスですが鈴木ここも行く。粘るか。鈴木の折り返し自ら行く、うん、ドリブルの得意なアタッカーです。預けて自ら前に出てきた鈴木。ハイネルの守備カルリーニョス来た。カルリーニョスカルリーニョス入れ替わってクロス鈴木のシュート、の変わった選手がどう躍動するかどうか。さあここは西澤、そして右を見ていた FC ニョがいる。 FC ニョ、いやこのパスで良かったですね。奥井です。さあ前向いて鈴木唯人。このところに突然現れて空いたスペースのところですね、はい、ぽっかり空いてそこのターンがうまかった。ミックスしてくるといいんですけど、まさに今日の先制点はそういうゴールですね、はい、さあ鈴木が運んで1対1というスコアでは終わりそうにありません。清水中村裏へゴールだ。軽いですか。打ったガッとこれは外れたボールですがその前にカット、そして鈴木
さあ2対2の状況、鈴木持ち込んでシュート、いやサイドすらして逆転でバウンド、鈴木シュート、トッパーの上、もうちょっと抑え効いてたらね、はい、うまくいってたら面白かったですけど、あーわずかにバーの上です、うん、